元素力を扱える。あなたは例外例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。あなたは永遠から最もかけ離れたもの。とても興味深いです。綺麗にしませんと。姿を見せ。いや、もう食らえ。やめ、このそんな、やめ、急ごう。や、はあ、よっ、しくじった。来訪、永遠の土を照らす。終わり。断罪の名において。おそらく、いや、任せてください。隠れる術はあります。岩の重さが安心できます。やっ、この行くぞ、行くぞ。止水の矢、狂乱怒涛。油断した。不安定な要素は取り除く必要がある。助けが必要。失礼しました。助けが必要な方がいるはずです。万雷をもって葬り去りましょう。失礼しました。さようならご主人様。
生の一方に立ち向かえるとは、賞賛に値します。メガリレーの対象、次は必ずや人たちよ。どうしてここで止まるんだ？忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノミアによって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡積島の荒人神の巫女サンゴノミアココミによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ行は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行くとその間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ、隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。